ゲーフツー。さあ小瀬翔也が3連勝なるか、横山が止めるのか。スタートは切られました。スタート。さあホールショットは小瀬翔也、1コーナーから2コーナー順当に取っていきます。2番手には横山、3番手には吉田明雄。さあ吉田はインサイドのラインを取って3コーナー、4番手には澤部、5番手には伊藤、6番手平川、7番手カーナンバー12番をつけております長田和美。さあこの辺りが4コーナーでお団子状態になっております。さあ長田の後ろからはカーナンバー16番の兵道、兵道が逆バックでインサイド飛び込んできました。その後ろには藤松岳もおります。さあ最終コーナーから立ち上がってきます。トップは小瀬翔也、2番手に横山直樹。先ほどの予選のような形になりました。違うのは3番手に吉田明雄がついていることです。4番手少し離れて伊藤、5番手には平川、6番手に澤部が少しドロップをしてしまいました。さあ上位陣トップ2がぐっとついて、3番手4番手5番手あたりはすぐには入れ替わりはないかなという感じ。7番手以降はおーっと藤松岳は4コーナーで思い切り飛び込んできましたね。この藤松岳は現在8番手、8番手ということになります。前にいるのは兵道。さあオープニングの2周が終了いたします。トップの小瀬、後ろに横山。さあこの2人が予選よろしく逃げそうな雰囲気になってきました。3番手の吉田明雄は離れずついていきたいところなんですが、前にも後ろにも差がつきまして、現在単独状態です。4番手の伊藤耕作から平川、澤部、兵道、藤松以下ずらーっと列になっているような、そんな状況。さあ決勝も非常に落ち着いてスタートを決めていきました小瀬翔也。後ろから来る横山直樹がどのように戦略を組み立てているかですよね。さっきの予選ではかなりタイヤを使っていたようにも見えましたから、この暑い暑い路面の状況ではひょっとしたら中盤以降苦しくなっちゃうんじゃないかなというふうに思ったりもしますが、まあそれはね、先ほどの予選で追い上げてきたドライバーにみんなに言えることで。さあこのかなり暑い路面コンディション、お日様がこれだけ太陽光が差しているという状況をしっかり読んで、最後の数周にセッティングを合わせてきているかっていうのもポイントになってきます。ドライビングはもちろんのこと、セッティングに関しても非常に高度になってきます KF2。 さあ残り周回24と表示がなされました。オープニングの4周が終了です。ここに車検証をお知らせいたします。 FS125 クラス車両保管を開始いたします。 FS125 クラス車両保管を開始いたします。さあ5周目、3コーナーのところで横山が少し仕掛けを見せかけたんですけれども、これは落ち着いてかわしていきました小瀬です。一方やっぱ苦しいのかなというのがちょっとちらちらと見え始めましたのが2番手の横山。3番手の吉田はマイペースで走っております。4番手以下がこれからバトルになりそうです。伊藤耕作の後ろ、カーナンバー14番の後ろ、8番の澤部。さあやはり3コーナーで入ってきました。さあそしてちょっと詰まったところ、平川亮がスパッと入ってきた。平川亮はもうルーキーとは思えない。この辺りしっかりよく見てうまさを発揮します。さあ4番手澤部、5番手平川、6番手に伊藤、7番手藤松。オーダーが変わっていきます。最終コーナーから立ち上がってくるトップ3は完全に離れ始めました。この前の中山と同じような状況になってきましたね。この前の中山も小瀬翔也、途中からペースが落ちるかなと思いきや全く落ちませんでした。その時の第2位だったドライバーは澤部浩太なんですが、現在その澤部は第2集団を引っ張るような形で4番手を走っています。さあそして4コーナーのところではまたまた暴れん坊帰ってきました、カーナンバー19番の宮沢。先ほどの予選でもかなり暴れておりました宮沢ですが、
4コーナーで藤松岳のインガー飛び込みまして、現在7番手に上がってきています。11番手スタートから現在7番手です。宮沢和樹さあ、前に追いつき始めたら一波乱二波乱あるかなという位置まで上がってまいりました。戦況はトップ3それぞれに単独で走っているかな、前の2人がくっつくかな、微妙な状況です。バトルには当分なりそうにありません。かなり離れて4番手5番手6番手7番手がそれぞれ等間隔状態、4番手澤部、そして平川、伊藤、そしてその伊藤の後ろに宮沢和樹が上がってきましたね。だいぶついてきました。さあ、この周回で一気にカーナンバー14番伊藤耕作、後ろからカーナンバー19番の宮沢和樹がついてきました。8周終了、9周目です。さあ、トップ3は等間隔、バトルは一段落。3コーナーのところの6番手争い、さあ4コーナーあたりで宮沢やはり飛び込んできた。宮沢飛び込んできます。立ち上がりも OK、 宮沢和樹6番手に浮上。さあ、怒涛の追い上げを見せ始めました宮沢和樹。今度前にいるのは平川亮です。宮沢和樹もこういった大きな舞台に出てくるのは本当に今シーズンからですよね。まあ、なんだかんだ言ったって平川亮も全日本ジュニアで去年走っておりましたし、澤部孝太も地方戦を経験していますし、トップのですね、小手翔や2番手の横山直樹も例えば鈴鹿のマックスでありますとか KRP のレースとかそういったところでかなり大きな舞台で経験を積んでいるんですが、現在6番手のこの宮沢和樹はローカルレースで少し走った程度でいきなり全日本に出てきて、でもって現在6番手ということになっております。さあ、今回はマテリアルも変更してコスミックで出てきたということなんですが、この変更も当たっているんでしょうか。宮沢、みるみるうちに平川亮に追いついてきました。さあ、その後ろでは宮沢にかわされました伊藤耕作が藤松岳に捕まろうとしているところです。10周終了、11周目、トップ2は相変わらずです。3番手吉田、前に追いつくこともできなければ離れもしないというそういう状況。4番手澤部孝太は後ろを引き離しつつあります。5番手平川亮は後ろの宮沢が気になる状況になってまいりました。バックストレッチ、立ち上がり早い。さあ、逆バンクのところ思いっきり体重をかけてクリアしてきます。タイヤも残っているということなんでしょうか。宮沢、さあ最終コーナーから立ち上がってくる。残り17周、レースは12周目に入っています。注目は5番手6番手サークルか、来た4コーナー、宮沢和樹、前の平川亮を捉えました。これで5番手に浮上。さあ、この5番手宮沢和樹、先ほど集団の中ではかなり暴れていたようにも見えるんですが、この決勝になったら逆に目が離せない注目の存在となってきました。今度前にいるのは澤部孝太です。後ろの平川をちらっと見合ってホームストレート。そう思うとこの残り周回16周っていうのはまだまだたっぷりあるぜと、そういう状況ですよね。さあ、宮沢の後ろから平川、3コーナーのラインなんかは全く違います。平川亮はマスターレーシングプロジェクト、今シーズンから全日本の KF2 に参戦をしているドライバーですが、なかなか各地のレース転戦してという経験があまりないというふうに言っておりましたね。ドコモが初めて状態なんですというふうに、前回か前々回か語っておりました。その平川、さあこの稲川のライン覚えていけるんでしょうか。ちょっと離され始めたかな。それにしても宮沢の勢いは目が離せません。さあ、そしてトップ2もじわじわっと縮まってきました。トップの小瀬翔也、現在バックストレッチ、後ろから横山直樹、ちょっと近づいてきましたよ。トップ2も面白いことになりそう。そして4番手争い、宮沢和樹が前の澤部孝太を完全にロックオン。
かなりの勢いでクランクなんかも入っていくんですけれども、そのままちゃんと立ち上がってきますからね。さあホームストレートどうなっていくでしょうか。レースはいよいよ後半戦、残り周回数14周、折り返し地点に入ってきました。さあトップ2は3コーナー、4番手5番手争いも今3コーナー、まだすぐ仕掛けられる位置ではないが、これは4コーナー行きそうだ、行きそうだ、行きそうだ、やっぱり行った。4コーナー宮沢和樹、しかし澤部浩太立ち上がりどうでしょうか。インサイドに立ち上がってきたんですけれども、これは宮沢に勢いがあります。さあむしろ澤部浩太、これはもう宮沢に乗っかって前を追いたいところですよね。4番手争い最終コーナー、宮沢和樹が制しています。さあそして縮まったかに見えたトップ2、小瀬翔也、再びペースを上げたでしょうか。後ろの横山直樹は少し離れてきました。さあ晴れであっても小雨であっても、そして開幕戦のような雨であっても、どんなコンディションでも今年はいけるということでしょうか。小瀬翔也、今まではポールポジションに立ったら結構精神的にですねドキドキしちゃってというような場面も見受けられました小瀬ですが、今シーズンになってまさに一皮むけたかのように強い彼のメンタルな面を見せてくれる、そんなレースが続いています。残り周回数は12周。さあその小瀬に対しまして後ろから横山、一時じわっと近づいたんですがもう一回という感じでしょうかね。そして地味に吉田明夫もこれ近づいてきてるんですよね。ここはうまさがあります、経験値が非常に高いですから吉田明夫、ベテランと言ったら怒られるんですけれども、彼の持っている経験値っていうのは非常に高いですので、いきなりあのようにですね北コースが陰って路面温度がヒューと下がっちゃったとかですね、あるいは急にコンディションが変わったという時に対応力というのは非常に高いものがあるかと思います。さあこの後期待です。トップ2、3コーナーぐぐっと縮まってきました。さあ横山直樹、予選ほどのイケイケの追い上げはありません。割と滑らかに地味めに走っている印象すらあります。ひょっとして残り5周ぐらいでさあ行くぜと、先ほどの湯川成美のように舌を巻いていっとるでみたいな感じになるんでしょうか。最終コーナーから立ち上がってきますトップ2、残り周回数は10周。さああと10周しかないと見るか、あと10周もあると見るか。トップ2、3コーナーぐぐっとレイトブレーキングをしたのは横山、そして立ち上がってくる、間を詰めていきます、間を詰めていきます。さあ心配されていたタイヤのへたりもまだないでしょうか。お互いエンジンとタイヤに関しては同じマテリアル、シャーシはトップの小瀬翔也がマラネロ、2番手の横山がコスミック、3番手の吉田はトニーカードです。残り9周。さあ小瀬にしては振り切れないと、おーっと3コーナー手前ドカンといった横山直樹、いよいよ宣戦布告でしょうか。4コーナーから立ち上がってくる。さあちょっとドキドキしてまいりました。この2人長年にわたって同じようなレースを走っている、お互いの走り方などはよくよく分かっている、それだけにどちらが勝っても非常にもう一方は悔しい、他の誰に負けるより悔しい思いをするんではないでしょうか。残り8周。さあそんな中小瀬がトップを、そして横山今度は早めのブレーキングで入ってきました。3コーナー横山トップに浮上、これはうまい、これは先ほどとは作戦を変えてきました。予選の時にはレイトブレーキングで止まりきれなかった横山、早めのブレーキングであとスパーンと入ってくるという作戦に変更。小瀬翔也もこれはちょっと隙を突かれたでしょうね。2番手にドロップをしましたが
まだまだこれからです。帰ってきて残り周回数は7周。さあ2連勝をしている小瀬翔也に対して横山直樹は2位、4位という今シーズンの成績。シリーズランキングは現在第3位の横山です。さあこれは勝ってトップ争いに名乗りを上げたいところ。今日は FS125 の菅波東吾の3連勝も阻まれました。小瀬翔也の3連勝も阻まれてしまうんでしょうか。逆バンク、クランク、小瀬ちょっと追いつけない。さあここで焦らず冷静についていくことができるか。吉田明夫も若干ついてきたかなという感じですよね。先ほどよりは縮まってきています。そして4番手、まだ大きく離れてはいるんですが、宮沢も劣らぬペースで走っています。5番手には澤部、6番手には平川、7番手には藤松岳というオーダー。さあトップの横山は4コーナー、2番手の小瀬、横山とは違うラインで第2ヘアピンを立ち上がってきます。さあトップ2最後のバトル、そこに吉田も加わってくるか。加わりたいけれども最終コーナーあたりちょっとつらいでしょうか。ホームストレート、残り周回数はいよいよ5周です。 KF2 クラス、そろそろ東地域のことも見据えて本気でポイントを取っていかなくてはいけない。大きな折り返し地点を迎えています。この稲川大会第3戦目、ここで3連勝されたら横山直樹以下、ランキング2番手3番手のドライバーにとっては非常に苦しい状況になるわけですが、さあそれを横山直樹がレース中盤で阻むべく3コーナー素晴らしいパッシングを見せました。ホームストレートに帰ってきます。小瀬翔也ちょっと押され気味、ペースが苦しくなってきたでしょうか。横山に引き離され始めました。さあ残り4周、さあストレートの伸びが苦しいならこのインフィールドセクションで返していくしかない。小瀬祈るように頭を下げます。一方横山、もうこうなったら逃げて逃げて逃げまくるしかないという状況です。3番手の吉田明夫はそんな若い2人の走りを見ている。チャンスが転がり込んでくるかどうかというのは最後まで分かりません。ファイナルラップでも何が起こるか分からない、それがこのレーシングカートのレース。さあ残り周回数は3周、3コーナー、横山はクリッピングよりも出口側で大きくラインを取ってきます。さあしかしながら小瀬がこの周回でだんだんと追いついてきました。ああ小瀬翔也追いついてきました。これは見てたでしょうか。ひょっとして残り2周のこの時を待っていたかもしれません。さあどうなるんでしょうか。 KF2 の行方、残り周回数は2周、第1ヘアピンと第2ヘアピンで先ほど詰めてきました小瀬翔也。さあ今度はどうだ、パッシングが仕掛けられるまでに詰めていくことができるか。3番手の吉田明夫も諦めない走りをしています。前に何かあった時には一気に出られる、その距離になんとかついていっている吉田明夫。さあそしてもし前の2人に何かあった時にはこの人も大きく笑います、4番手の宮沢和樹。さあ最終コーナーから立ち上がってあと一歩、もう少しで手が届くというところまで来ました。ファイナルラップ、さあどう決着がついていくのか。逃げ切って横山直樹今シーズン初優勝なるか。3コーナー、さあここで詰められたとしたら後半本当に最終コーナー勝負。ああ4で入ってきた、4で入ってきた、そして2人してちょっと詰まった。立ち上がりは小瀬、2番手に横山、そして吉田が追いついてきた、吉田が追いついてきました。これは最終コーナー手前あたり一波乱あるか。あちょっと前と後ろ離れた、トップ2離
されます。最終コーナー、しかしもう一度パッシングには至らない、至りません。トップ小瀬翔也、しかし伸びてきてる、小瀬でしたよね小瀬でしたよね。さあ、あまりにもコントロールタワー側を通られたために一瞬見失うほどでした。トップチェッカーは小瀬翔也、2番手に横山直樹、3番手に吉田明夫。さあ、一旦ちょっと後ろに下がったのは作戦だったんでしょうか、小瀬翔也。そして今度は読んでいくと決めていたのでしょうか。最後見事な大逆転でシーズンなんと3連勝です。